どうもこんにちは、ランニング好き整体師藤村です。本日はランニングでふくらはぎが疲れない走り方というのをあなたにお伝えさせていただこうと思います。はい、まずはですね、こちらの上の絵がふくらはぎが疲れない走り方なんですが、まず足の着地の時に足裏全体で着地していただく。そして後ろに足をね、蹴っていく、蹴り上げていく時はその足裏をついた足裏をそのまま後ろに抜くような走り方ですね、押していただくとふくらはぎの筋肉はそこまで疲れないです。一方でふくらはぎが疲れてしまう走り方が下の絵になるんですが、つま先で着地してそのまま母子球とかつま先で後ろに蹴っていくような、地面を蹴っていくような走り方をしてしまうと、このふくらはぎが使われてしまって疲れてきてしまいます。で、ランニングという動作は基本的には大きい股関節周りの筋肉をしっかり使ってあげることで、まあ疲れずに長く走っていくことができるんですが、このふくらはぎをたくさん使ってしまう走り方になるとスピードは出るかもしれないんですが、もう小さい筋肉なので、慣れていない方は非常に疲れてしまうんですね。で、かつふくらはぎが非常に張ってしまうってことが起きてしまいますので、まあ、ふくらはぎが非常に疲れやすい方っていうのはぜひこちらの上の走り方を心がけていただければと思います。で、実際にですね、このふくらはぎを使った走り方とふくらはぎを使ってない走り方というのを見ていただこうと思います。いかがだったでしょうか。つま先で着地して、つま先母子球で蹴っていく走り方というのは確かにちょっとね、軽やかに見えたりとかするんですが、実は相当な、訓練をされている方しか僕はおすすめしていない走り方になります。ぜひランニング初心者の方やふくらはぎが疲れやすい方っていうのはしっかり足裏からついて、足裏を後ろに抜くような走り方を心がけていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。